皆さんこんにちは、ベンマックスです。今日は雨降りですし、なんかコロナウイルスも蔓延してるようで、なんかちょっと憂鬱な気分ですね。まあちょっと辞職で吹き飛ばしましょう。それでは、今日はですね、こちらにある GA2000 の、発煙モデルでですね、GA2100SU1AJF というですね、モデルを買ってきました。また買っちゃいました。でもね、買ってるお店がですね、いつも2割引きにしてくれるんで、結構助かってるんですよね。でこれもですね、まあ普通に並んでまして、あとね、あれがなかったですね、GA2110 っていうベゼルが黒いのと黄色いタイプの、2100がなかったですね。あれはちょっとね、僕気になってて欲しかったんですけれども、これですね、買ってきたの。カーボンコロボついたままですね。最初カーキにしようと思ったんですけども、ここのね、迷彩柄に惹かれてちょっと買っちゃいました。でですね、ちょっとこれ高値で推移してるんですけれども、こちらですね、GA2100 1A1JF ですか、 1A1JF、 この黒いタイプのですね、黒いタイプのはですね、人気の割には僕は視認性がちょっと低いなと思うんですけれども、こちらはですね、インデックスバーが、ちょっと何ですか、グレーっぽい色になってますね。それなんでよく見えます。でフンもね、プラモデルの墨入りみたいにこうスッスッスッと入ってるんでね、こちらよりもも見やすいですか。あ、見やすいですね。すみません。両方見やすいですね。で、針も白なんで、もうちゃんと見えますね。1時、9分ですか。そうですね。とても見やすいです。ここはもう樹脂ですね。完全に触った感じ。G-SHOCKと黒で入ってます。で裏はこういうふうに、カーボンコアガードと、どこまでカーボンなんだろうな、この辺ぐらいまでですかね。ここまでカーボンだと思います。で特に変わったことはないですね。ムーブメントは日本製で、組み立てがタイということで、タイ工場で作られています。限定色なんで、一応ちょっと今回押さえておきました。はい。私もう一つね、欲しいのがGA2100 1AJF というタイプの、ここは、白で G-SHOCK ってあって、白の、インデックスバーで
白の針のやつ、あれもちょっと欲しいなと思ってるんですよね。なんでまたちょっとお金を貯めて買おうかなと思ってます。これもなかなかいいと思いますね。ベルトがね、柔らかいんですよね。昔のみたい、昔の G-SHOCK みたいですね。最近原点回避してるのかな、なんか買って、ライトはここか、見やすいですね。で G-SHOCK は、この G-SHOCK っていうのは、大色ですか、オレンジ色かなんかで、塗料で言えばカッパー色っていうか、ちょっとゴールドでもローズゴールドっぽいような、そんなような色で書いてありますね。はい、なんかね、オーティマ・メッピンゲのロイヤルオークにちょっと似てるっていうことでね、欧米ではカシオオークと呼ばれてるようですね。八角形のデザインが絶妙に良くてですね、そうなんですよ。最初はね、もうこっちがいいなと思ってたんですね。同じカーボンコアでも、カーボンここ見えますしね、ここまでしっかりとボタンのガードのとこまで、もうちょっと分厚いんですよね。これがちょっと、分厚い、つけ心地はやっぱりこっちの方がつけてて途中で忘れるような感じになりますから、いいと思いますね。こっちの方がやっぱり、人気が出るわけですね。ちょっと明暗分けちゃいましたね。こっちはもうこっちも簡単にバネ棒を外せる構造になってるんですよ。ちょっと他の方の動画の中でもやってましたけれども、これをキュッと押しただけでポンと外れちゃうようにできてまして、バネ棒がボンとどっか飛んでっちゃうこともなくて、簡単に、バンドがつけやすいということ で、まあこれの色はですね、まあブラックなんで定番カラーですから、まあ年月が経っても手に入るんじゃないかと思います。このベゼルの部分は劣化したら終わりかなと思ってますね。将来的に手に入らなくなるとは思ってます。ビジョーは金属でできてまして、ボタンは銀色ですね。よく金色のとかね、僕持ってましたんでね、金色ですね。やっぱり私こっちも好きなんですけれども、やっぱでかいですね、これね。これと同じところで並べてみますと結構でかい顔してますね。だから余計でかく見えるのかもしれないですけど、あとはですね、何か伝えることありますかね。カーボンカーガード、これからのスタンダードですよね。カーボンがね、安いっていうか、まあ安価な値段で手に入るようになったからっていうことなんでしょうね。採用されるようになったっていう理由は、昔は高かったですからね。そんなわけでちょっと短いですがこんなものを買ってみました。操作系はね、もうほとんど前回これで説明したのと同じなんで、ここが曜日ですね。
3月10日ですか。と1時15分25秒26秒また3月10日まあ非常にデジアナ便利ですね。これはワールドタイムですね。トップウォッチタイマーアラームタイマーですね。あ、今のはタイマーじゃなかった、すいません。これがタイマーですね。アラーム。で、これが、まあ、デフォルトの、元に戻ったということで、ね、こういうものをまた買ってしまいました。もう一つぐらい欲しいですね、やっぱりね。ちょっと、先ほども言った GA2100 のGHF ってやつが欲しいです。買ったらまた動画でアップしますのでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。失礼いたします。